このクロスの度合いがすごいですね。そうですね、今年の2月にね、支持と不支持が狭間政権の時に逆転したんです、うん、それがもうまた、60% 近くまで上がったということですね、うん、まあこれはね、支持率が下がったのはやっぱり鳩山小沢というこのツートップの方たちのいろんな政策だとか行動だとかまあ批判されてどんどん下がっていったって言われてますけれども、これが逆に苦労して回復こんなに V 字回復したっていうのはやはりこのツートップの問題が大きいんですか。はい、ですね、その前にちょっとその支持の構造を見てみたいんですけどね、前の政権はですね、はい、ずっと最初その民主党とそれから支持なし、はい、この2つが支えてきたんですね、とかずっともうだんだんこの、支持なし層の支持がなくなって、無党派層の支持がなくなって、ほとんど民主党だけになっちゃったんです。前回は民主党コアの票だけでやっと支持率になっているという、それがですね、民主党が支持が回復して、それから無党派層も少し戻ってきたと、そういうことでまたその要するに民主党と無党派層という2つの支援部隊が復活したということが言えると思うんですね。それでその理由ですが、先ほど川田さんがおっしゃいましたように、まず見てみますと鳩山さんの辞任、これを当然だという人は 54% なんですね。それでまあやめなくてもよかったんじゃないかというのが 40% 近くあったんです。ところが小沢さんの辞任、これについては 84% は当然だと言ってるんですね。それから菅内閣のいわゆる反小沢の人事、そうです、ね、これを評価するのは 74% 枝野幹事長っていうのは結構ショッキングでしたものね。そうですね、次は何ですか、政党の支持率ですね。これを見てみますとね、やはり内閣支持率と同じように民主党も支持を回復しておりますね。青いグラフが支持率です、はい、それで赤い折れ線グラフ、これが比例代表の投票予定なんですね。どこに入れますかという、これで見てみますとね、もう5月の末にはそれこそと、両方とも 20% を引いたんです、これで自民党もこれは勝てるという意識で思ったんですね、ところが菅内閣になりましたが急激に回復しまして、支持が 36%、それから比例の投票が 38%、これはですね、去年の衆議院選挙の時とほぼ同じなんです、比例の投票予定はね、ただね、問題はこれご覧になって分かるんですが、違いますね、随分、離れてますね、去年のね、衆議院選挙の時、これはですね、民主党支持率は 32% だったんですが、投票予定が 40% と近かったんですね、これはなぜかというと無党派層とかそれから自民党とかそういったところの支持があったんですね、それがやっぱり政権交代というキーワードでやっぱり民主党に乗った、ということですね。要するに無党派層やなんかへの支持を、広げられるかどうかということが課題だ。